こんにちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイ男性の場合、ツインレイ女性とは真逆で、男性性に強く偏っている傾向にあります。私の彼もまさにその通り。では男性性に偏った人には一体どんな傾向があるのでしょうか。男性性の強い人の特徴、男性性の強い人の特徴として挙げられるのが、とにかく意識が外に外に向いていくということ。常に他者や社会に意識が向いているため、他者の評価やステータスをすごく気にする傾向にあるのです。なので社会的に成功を収めたり、会社でもある程度のポジションについていたりと、出世するタイプ、チャレンジする、達成する、成し遂げるということに一心にエネルギーを注ぎます。社会で生き抜いていくために、男性性のエネルギーはとても素晴らしい性質ですが、これが過剰に偏ると、こういったネガティブな傾向が現れるのです。ツインレイの男性は特に男性性のエネルギーが強いため、責任感も人一倍、そしてイットです。そしてありのままでは愛されないという自己否定が伴っているため、頑張らなければ認めてもらえない、こんな自分はまだまだだと、どこまでも異常なほどに頑張り続けようとするのです。ツインレイ男性の女性性、ツインレイのエネルギーは二人とも同じだけのパワーを持っています。女性側の女性性の偏りが大きいほど、男性側の男性性の偏りも大きい。そして二人にはいつも同じエネルギーが流れています。ということは、ツインレイ女性が自分の内側の女性性と男性性のバランスを取ることにより、ツインレイ男性の内側の女性性と男性性のバランスも取れてくる。ツインレイ男性に必要なのは、今まで抑えていた女性性のエネルギーを発揮していくということですが、これは統合期入ってから女性側のサポートにより起こっていくことなので、まずはやはりツインレイの女性は自分自身の内側の男性性と女性性のバランスを取ることに集中しましょう。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録